捕まえて梅原が画面端バース読んでまだ入る梅原が近づいて梅原が決めた5823。この数字はギルティギアイグゼクス闘撃予選参加総人数を示している。闘撃全7種目の中でもダントツの参加者数となったこのタイトル、実に1941ものチームによる厳しい予選を勝ち抜いてきた強豪32チームにより、これからその頂点を決める戦いが始まろうとしている。その中で全てのギルティギアイグゼクスユーザー、いや日本中の格闘ゲームユーザーが注目するチームがあった。俺とお前と大五郎、メンバーはギルティ界では名を知られている屈指の実力者有坂慎也、月刊アルカディアにてギルティギアイグゼクス攻略記事を担当しているパチ、そして 2D 格闘界のカリスマ梅原。なんと梅原は攻撃全7種目中4種目にエントリーし、全て本戦出場を果たしている。個人戦カプコン VSSNK2 で準優勝、団体戦スーパーストリートファイター 2X では優勝を勝ち取っている。あいつは誰よりも練習してましたからね、びっくりするぐらい、はい、もう毎日言いましたからと俺とパチっつうのはかなり長い付き合いなんで、はい、まあ、お互いの力も信頼し合ってるのもあって、まあ、結構すぐ決まったんですよね。であと一人どうしようかっていう話をパチと結構していて、このゲームではかなりエリーっていうキャラがすごい強いっていう、最強っていう風に言われてたんですけど、うん、エリーを一番殺せるプレイヤーにしようっていう話になって、誰だってかなり探してったんですけど、結構この話したんですけどね、はい、そして、まあ、あいつしかいないっていうことで梅原がピックアップされました。そしてこのチームは優勝予想アンケートにおいてもダントツの1位を獲得している。そうですね、多分他の格ゲーをやってるギルティ全然知らない人でも梅原大吾っていう存在にとりあえず飛び出したくなるんじゃないでしょうかね、うん、だけどみんな注目してるんだって再確認して、うん、ちょっとドキッとしましたよね、はい、ではありますね。初戦の相手は北海道のチームヤナット。ヤナットってチームは全く情報なかったんですよね、さっぱり、うん、誰も知らない、うん、実力未知数なんですけど、こうなったら逆にまあ誰が出てもいいかな、どうせ分からないんだから、うん、先にリラックスしたいやつが行けばいいし、うん、そうそう、やりたいやつがやればいいっていう感じで、まあ気分的には楽に選びましたね、キャラ選択は。先方はパチ、いよいよ彼らの闘撃が始まった。何が出るか最高。
最初の聞かれたんですよね。このキャラってどれぐらい強いの？俺最初に聞かれた頃は正直ソルは下の方から数えた方が早いっていう、前回からのパワーダウンの点も結構目立ってたんで、そうですね、まあ格ゲー界ではかなり有名な目原が、うん、ソルかって正直、うん、他のキャラ使った方がいいんじゃないのかなって実は進めちゃったんですよね。まあ後でまあ全然覆されちゃうことになるんですけども、これならハタリ返し、ハタリ邪魔だよ、どうもな、これなら
く2回戦の相手は大阪のチーム星の声。正直組み合わせを見て、まあ、トーナメント表見れば分かるじゃないですか。ああ勝てば当たるなって見て、ああ割とげんなりしたんですけど、ね、マーフィーの法則ですか正直げんなりして、はい、関東ではアクセルっていうキャラがあんまり評判高くないんですよ。まあ真ん中ぐらいかなっていうのがみんなの意見の相場で、で関西の人に聞いてみると最強クラスじゃないかっていう、この意見の食い違いがすごい不気味で、関西のアクセル使いはどういう動きをするんだろうっていう心境になるじゃないですか、やっぱり。うん、そこでやはり星の声チームとはすごい当たりたくないなっていうのは俺もずっと言ってたんですよね。はい、そんな不安要素を抱えたまま試合は始まる。先方はパチ。俺か梅原かっていうことになった時に、アクセルを対峙しやすいのはやっぱりスレイヤーを使ってる俺の方なんですよ。はい、役目的には俺の役目だったんですけど、でチップ戦はどうかって言われるか言われると、やはりスレイヤーの方が分がある、ソルよりも、うん、ここは俺が出るべきだろう。
もう少し追い込んだ方がいい。もう少し追い込んだ方がいい。うん、そうですね、こう2人抜かれるとなんていうんですかね、まあ、まあ当然として部がいいキャラから出していくわけじゃないですか、まあ、チップに対してファーストスレイヤーそれって出したわけですけど、そうやって2人負けていくと結構きますよね、やっぱ心にはね、はい、だけどそれひっくり返すほどのカリスマはやっぱり梅原にはあるんで、信頼してましたよ、これ勝ってくれるって思ってます。Please select.
感動しましたね。味方なのにすごいプレーに感動して、はい、いやもう本当熱かったですね。熱いものが。梅原は本当に状況に左右されないですね。終始冷静で、うん、まるで俺ら2人が負けたっていうのは感じてないですね。多分すごい鉄の心を持ってますね。びっくりしました、はい、梅原が捕まえて、梅原が紙に端バース、読んでまだ入る、梅原が近づいて、梅原が決めた。梅原は続く大将戦でも圧倒的な強さを見せつけ勝利、見事逆三立てをやってのける。3回戦の相手はチーム和歌山勢。これに勝てば決勝トーナメント第2部出場が決定する。この試合先方は梅原。そうですね、まあ相手は確かバイケン、エリーファースト、まあ、どれでも対応できるキャラで行こうっていうことで、まあ、そうですね、ファーストがバイケンに割と相性が悪いのと、まあ、スレイヤーは強いキャラだっていうのもあって、まあ、取っておくかっていう、まあ、話で、自然な流れで、まあ、梅原に決まりましたね。最初は。どうしたどうしたどうした、クラクラかよ。Let's walk! Go play! Hadari!
きることを見せつけるな。何が出るか。
あまりにも今まで戦ってきたファースト使いとプレイスタイルが違すぎて、びっくりしたんですよね。使う通常技も違ければ本当に来ると思ったものが来ないという焦りがどんどん発生してきて、本当最終的には完封でした。気づいたらもう全然体力が減ってて負けててっていう、そうですね、違うキャラと対戦しているようでした。はい、正直キャラっていうのはこのゲームなかなか噛み合わなくて、どうすればいいのかっていう明確な答えを出すのは難しいんですよ。はい、タチも実際同キャラ戦は苦手だってあいつは言ってたんですよ、ずっと。はい、タチは同キャラにやったくないな。Heaven or Hell Duel 1 Let's Rock。何が出るかな。いい塩味。怪獣。何が出るかな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 。奇跡的。こうして彼らは決勝トーナメント第2部への出場権を得た。しかしこの時有坂にはある思いがあった。すごい準決勝決まったんですけど、何を思ったかっていうと、俺一勝もしてないんですよ。正直いいのかなって、全然準決まで上がった実感がなかったんですよね。正直みんなに引っ張ってもらってるって、いや聞こえはいいけど正直足が引っ張ってる、正直神頼みしましたね。はい、そして準決勝、相手はチーム鷲見、全国大会優勝の持田を筆頭とする関西最強チーム。会場中の注目が集まったこの試合、先方のパチが鷲見、下級を連続で倒し、大将の持田を3人で迎え撃つ形となった。しかし全国大会優勝者持田が意地を見せ、パチに続き梅原も破る。まあ最後持田さんと、まあ俺との試合になった時に梅原に言われたんですよね、これ頑張んなきゃ見せ場がないぞ。
その通りだって俺も思って、スレイヤーの一番すごいところっていうのはミリアに有利だ、ミリアに有利なキャラはあのゲームスレイヤーしかいないんですよ。あそこで役立たなければ正直スレイヤーを仲間に入れてる理由はそこまでっていう、うん、自分の役立つ場所、有坂にとって今この場所この瞬間こそがまさにそれだった。そして試合はファイナルセットを迎える。一番の売りであるミリアに強いっていう点をやっぱり活かせなかった、うん、実力をやっぱり、うん、発揮しきったわけだけども、うん、負けてしまったって、もう俺は本当ショックでいっぱいでしたね。もう泣きそうになりました正直。自分が役立つべき場所で、自分が活躍するべき場所で、彼の戦いは幕を閉じた。闘撃という5823名の頂点を決める戦いの中で、彼は一体何を感じたのか。そうですね、決勝の時なんですけど、なんていうかプレイヤーとともになんか会場のみんなとの一喜一憂が、俺が決定的なミスをしたあの瞬間の時にみんなのため息が聞こえたんですよそこへの一体感とかすごいと思いましたね。うん、そうですね、うん、会場をみんなが見てる、みんなが一体になってるっていう感じがやっぱあの時しましたね。嫌な形ですけどね、あ、しょうがない。プレイヤーが己の全てをぶつけ戦い、その光景にギャラリーが引きつけられる。そして生まれる会場の一体感。闘撃に足を運んだ全ての人がこれを感じていたはずである。かつてない規模で開催されたこの格闘ゲームの祭典は、メーカー主体ではなく全国にあるゲームセンター、つまりユーザー側が主体となり開催するというかつてない試みでもあった。2日間にわたり様々なドラマが生まれ、7組の王者が決定し、この日闘撃は幕を閉じた。予選に参加した全てのプレイヤー、会場に足を運んだ格闘ゲームを愛する全ての人々にとって、この日は記念すべき日であるとともに新たな戦いの始まりでもあった。なぜなら今日は新たなターゲットが生まれた日でもあるのだから。